こんにちは、小林大輔です。今日はね、タイムラプスの、撮影方法というか、撮影した後にプレミアプロを使って、処理する方法をね、ちょっとね、紹介してみたいと思います。で、おいで。はい、じゃん。というのもね、結構その人によって、タイムラプスを撮って、それをね、どうやってね、その処理するか、そのやり方が違うのかなと思ってて、で、僕はね、これがね、今のところベストなんじゃないかなと思って、やっている方法をね、紹介してみたいと思います。まあ、ただね、プレミアプロを使って、やる方法なので、まあそれ以外の方法はね、ちょっとわかんないんですけど、まあね、プレミアプロを使えばね、結構そのタイムラプスを簡単にね、読み込めるというかね、そんな方法があるので、ここでね、ぜひ紹介してみようと思います。まずね、タイムラプス、撮ってきたタイムラプスを用意します。で、今日はこのね、1年前ぐらいに撮った満月の日にね、タイムラプスを撮ったんですけど、それをね、素材として使いたいと思います。で、まずこれをね、Adobe のね、ブリッジ、ライブラリーアプリケーションですね、ここに入れます。で、これローで撮ってるので、まずね、現像するとこから始めたいと思います。で、これをね、すべて選択して、で、僕はね、カメラローを使うので、カメラローで、すべての、このね、ファイルを開きます。で、これすべてをね、これでね、選択して、で、もう一気にね、このホワイトバランスとか、っていうものをいじってあげます。ちょっとこの辺が明るすぎるのか、まあ明るすぎるんだけど、あのプレミアの方でね、なんかね、できたりもするし、まあこの辺はちょっとね、素材として使えなかったりもするので、まあちょっとね、明るすぎるので、トーンカーブを使ってちょっと下げてやるぐらいでいいかな。まあ色もね、結構いい感じだし、プレミアでね、ラットを当てて、調整してやればいいので、まあこの段階でね、この段階ではね、まあこんな感じで書き出してみようと思います。で、これで、全てのファイルを選んでいるので、画像を保存します。現像フォルダを作って、そこに保存します。で、残り200枚ぐらい、これをね、まず、書き出すまで時間がかかるので、待ちます。それでね、ここにね、現像フォルダを作って、で、全てね、書き出せたので、これをね、プレミアプロに読み込んでみたいと思います。で、プレミアプロを立ち上げたら、すでにね、ファイルをね、作っていたので、プロジェクトをね、立ち上げていたので、これをね、使いたいと思います。で、すでにね、いくつかね、ここに、タイムラプスを読み込んでいたりするんですけど、ここにさらに、追加をしたいと思います。でね、ファイルを選んで、読み込みを選びます。で、読み込みを選んだら、この、ね、タイムラプス、さっきのね、書き出したタイムラプスのフォルダを選択して、で、ここに、さっきね、現像したフォルダがあるので、現像フォルダがあるので、ここに行って、で、このね、JPEG の写真がね、200枚近くあると思うんですけど、これの一番最初のデータ、この写真ですね、この 1818JPEG、 これが多分ね、一番最初の
データになるので、これを選択します。でここのねオプションを見ると、このね画像神経シーケンスっていう ものがあるので、ここをチェック、してある状態で、読み込みます。で、ね、今ここに、データがね読み込まれました。でこれを見てみると、写真1枚だけじゃなくて、もうすべてのねそのデータが読み込まれています。なのでね、これをやるとね、すごく簡単に、タイムラプスをね、制作することができるので、これがね、一番手っ取り早いというか、扱いやすい、タイムラプスのデータの方法なんじゃないかなと思っています。で、ここにね、シーケンスを作成してやって、見るとね、まあこの、ちょっとね、こう、片付いちゃうんですけど、パソコンの処理が追いつかなくてね、まあこんな感じでね、読み込むことができるので、すごく簡単なんですよね。でそのね、もうちょっと、ゆっくり流したいという場合はね、このねコマンド R なんかを使って、速度をコントロールしてやることによって、ね、長さがね、調整できるので、まあ、動画とね一緒の扱いで できるので、簡単にね、長さを調節することができます。できるようになるの で例えばねこれは 60% にしてみました。まあ、こんな感じでね結構簡単に扱えるようになるので、これが本当にねタイムラプスを扱う時にはねすごくいいんじゃないかなと思っています。という感じで今日はねプレミアプロを使ったタイムラプスの読み込み方法をね簡単に紹介してみました。結構ねそのタイムラプスを撮ったけど、使いどころがないとか、どうやって使おうかなって、困ったりするシチュエーションってあったりするのかなと思ってて、でまあ僕もねこの方法を知るまではね結構タイムラプスは撮ったけど扱うのめんどくさいなみたいなところがあったんですけど、まあ、これをねやってしまえばね動画と一緒のような感覚で制作できてしまうので、かなりね対応できます。今までね僕が YouTube 動画アップしてきたものもね最近結構タイムラプスが多いんですけど、こんな感じでね軽く、動画のように扱えるようになったので、よくね対応するようになりました。そのねタイムラプスを使うとね結構その間が持つというか、そのね場の切り替えとかねかなりねいい感じにできるので、なんかね困った時は最近ねタイムラプスをねよくね撮るようになってきました。で先日もね、ちょっとねイベントがあったんですけど、その動画を撮影してたんですけど、それの時もねタイムラプスをね4つぐらい撮ったのかな。でまあどこに使うかねまだ分かんないんですけど、まあとりあえずね、撮っておこうと思って、でとりあえずね撮っておきました。まあ、そんな感じでね、タイムラプスを結構撮っておくと後々ね使えることがあるので、皆さんもねぜひ、もしねプレミアプロなんかを使ってたら、タイムラプスをね合わせて、撮って、結構ねその動画の編集っていうのねの幅を広げてみてはどうかなと思いますので、ぜひね、トライしてみてください。というわけでねこんな感じでねまたね、いろいろね YouTube に動画をアップしていきたいなと思ってますので、興味を持った方はねぜひチャンネル登録をしてもらえたらありがたいと思います。またね、ブログなんかもやってますので、そちらもねチェックしていただけたら嬉しく思います。じゃあね今日はそんな感じで、次の動画はね何にしようか全く考えてないんですけど、じゃあ次の動画で会いましょう。